コンクールは岐阜県内の JA と JA 教祭連岐阜が県内の小中学生に書道や美術を通して交通安全などへの意識を高めてもらおうと毎年開いているものです。今回は書道に14,624点、交通安全ポスターに1,673点の応募があり、優秀作品に選ばれた164点が 岐岐阜阜市のメディアコスモスモで展示されていますこのうちポスター作品の検知事賞には伊び郡大野町の大野小学校3年宮川晴光さんが描いた安全な自転車の使用を3つのつけるを使った言葉で呼びかける作品など2点が書道の検知事賞には伸びやかな筆遣いで食育の推進と書いた瑞穂市の穂積北中学校1年 北村結衣さんの作品など4点が選ばれました。この展示は来月2日までです。